どうも、セリカスイミングのセリカです。皆さんはバタ足得意ですか？ということで、本日の動画はバタ足の進むコツを詳しくご紹介していきます。それでは行きましょう。まずはバタ足の動画を見ながら詳しくご紹介していきます。こちらが通常の速度です。私はキックの中では一番嫌いです。速さ的に言ったら、私は一番進むのはドルフィンキックで、2番目がバタ足で、3番目が、まあ、平泳ぎ背泳ぎのキックをどっこいどっこいぐらいなんですけど、まあ、速さ的に言ったら速くもなく遅くもないんですけど、なんとなく効率が悪い、すごい体が疲れてる割には全然進まないなっていう感覚があるのがバタ足なんですよね。では私が実際に意識していたバタ足の進む時のコツご紹介していきます。まず一つ目が、動画見て全然反対のこと言うんですけど、膝をできるだけ曲げないです。できるだけです。今この動画すごい膝曲がってるじゃないですか、まあ、これが限界ぐらいですね。よくあるのがダメなキックとして膝打ちのキック、膝だけをまあ曲げちゃってるキックですね。これが一番良くないんですけど、結果論から言うと付け根もちゃんと動いて膝が緩やかに柔らかくてキックを打つっていうのが、まあ一番理想の形ではあるんですけど、私の意識の中では結構足は曲げないようにしています。あくまでだからってその膝をガッチガチに固めるとかじゃなくて、ある程度の柔らかさを保ちつつ膝を固める、これをぜひやってみてください。続いて2つ目キックのコツは、これもまた動画と反対のこと言ってるなって感じると思いますが、蹴り幅を小さくする。何言ってんだっていう感じだと思うんですけど、蹴り幅はできるだけ大きくない方がいいです。私のこのバタ足でも蹴り幅大きい方です。で、皆さんにあえて言いたいのが、もう蹴り幅は本当に小さくしてください。ご自身が思ってるよりも蹴り幅って全然小さくなってないんですよ。結構大きいです。まあ、私が今この動画で蹴り幅大きく見える理由は、顔上げのビート板キックをやってるからです。その他のビート板なしとか、普通のクロールになると、まあ、ここまで正直、蹴り幅を大きくしなくていいんですけど、まあ、どうしてもこの体勢は斜めってしまうので、これぐらい蹴り幅保っていかないとなかなか進まないです。はい、ということで2つ目が蹴り幅ですね。で、3つ目、こちらも後の動画でより見やすいものをご紹介していくんですけど、あともう1個が内股にすることです。正直バタ足はもうこの3点に尽きると思いますね。できるだけ膝を曲げない意識、蹴り幅を小さくする、内股にする、これぐらいだと思いますね。その他私があえて意識してるって言ったら、早く回らなきゃいけない時は早めにキックを打つっていうことぐらいです。では上からの映像で見ていきます。こちら通常ですね。続いて10分の1の速度です。結構内股になってるのが分かりますかね。結構内股なんですよ。これも先ほどの蹴り幅と同じで、ご自身が思ってる5倍は大げさにやらないといけないんですよ。
皆さんにも内股にしてくださいねって最初に言うんですけど、確かに内股にはなってるけど、まだまだその具合っていうのが足りてないんですね。で、内股にするのって別に足の柔らかさとか股関節の柔らかさとか特に関係なく、これぐらいだったら内股にはできるので、ご自身が思ってるよりも5倍は内股にするっていうことをぜひやってみてください。もう本当に親指と親指が常に擦れてるような感じ、あんまり足の幅が広がっているとそこから水が抜けてしまうこともありますので、まあ、そうすると進みの悪いバタ足になってしまいますので、結構幅はもう近めにやるようにしてください。別に O 脚だろうと関係ないです。全部関係あるのは足首の柔らかさと足の甲を使うっていうことだけなので、 O 脚だから水が抜けるとかはそんなに大きな影響はないので安心してください。はい、ということで以上ですね。この3点ぜひやってみてください。ご自身が思ってる5倍以上大げさにやらないと全然反映されないです。続いてこの後は練習方法をご紹介していきます。まず一つ目やっていただきたいのが上向きバタ足ですね。こちら今お腹にビート板を持って上を向いた状態でバタ足をしております。この上向きのバタ足をすると足の甲で水を上に押すっていう感覚が分かりますので、そのままひっくり返ってバタ足をやるとお水の感覚をつかむことができます。二つ目がバタ足フィンですね。バタ足速くなりたいのであれば、やっぱり足首を柔らかくする必要がある。あとは水の感覚をしっかりと鍛える。これを両方できるのはフィンしかないです。ぜひ環境のある方はフィン使って練習をしてみてください。ということで本日の動画は以上になります。ぜひ参考にやってみてください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。